ドラムヒーローミシア・シルキス満を持して登場。後天輪の調子もバッチリ、存分に聞かせてあげるよ私のドラム。はぁ、ドラムのセットをまさか後天輪で再現できちゃうなんて、我ながら画期的だよ。音は超能力で出せるようにしてるんだ、すごいでしょ。なんかおかしい、照れるな、そんなに上手かな。私がガールズバンドを目指すようになった理由、それはね、アニメで女子たちがやっていたからだよ。ドラムの子がかっこよかったんだよ。まだまだ始めたばっかりで下手だけど、いつか私もあんな風にかっこいい演奏ができるようになるんだから。特訓は得意だしね、目指せ最強のドラムヒーロー。気合い入れていくよ、ミュージックスタート。せめて安らかに眠って。はあ、ぺったんこでこけてます。お、配信チャンス。私にできることを精一杯。ありがとうございました。どうしよう、それ聞いてください、いっぱい殺すぞ。ぐっちゃぐせめて安らかに眠って。はあ、誰がバカでぺったんこでこけてます。お、配信。うわ、見たいってば。存分に聞かせてあげるよ、私も一緒に。琵琶法師ガール、おっつりつぶしちゃおう。せめて安らかに眠って。はあ、誰がバカでぺったんこでこけてます。あ、配信。うわ、今はかすりきっに。いえい、そこだ、それすりつぶしちゃおう。せめて安らかに眠って。とびて剣も破壊できています。存分に聞かせてあげるよ、私も一緒に。琵琶法師ガール、おっつりつぶしちゃおう。せめて安らかに眠って。はあ、誰がバカでぺったんこでこけてます。あ、配信。うわわ、逃がさい、逃がそこだ。いえい、それほらね。あ、せめて安らかに眠って。存分に聞かせてあげるよ、私も一緒に。琵琶法師ガール、オンステッ。いっぱい殺すぞ。ぐっちゃぐせめて安らかに眠ってく。はあ、誰がバカでぺったんこでこけてます。あ、配信。うわ、存分に聞かせてあげるよ、私も一緒に。琵琶法師ガール、おっつりつぶしちゃおう。今は死ねない、せめて安らかに寝て。トビ、そこだ、それ聞いてください。ほら寝て。はあ、誰がバカでぺったんこでこけてます。あ、配信チャンス。